スタバのお札フラペチーノが飲みたいがためにお昼休みを使ってスタバまで行っていきたいと思います。なんか私いつもリコの動画の編集をしている時にリコが作ってるご飯がどうしても食べたくなっちゃっていつも編集しながら作ってるんですけど、今日はリコがフラペチーノを飲んでて、でそれが飲みたくなっちゃったので今日はそれをわざわざ買いに行きます。で基本的に引きこもりなので本当に家を出てなくて、お洋服も一切着てなかったので一応なんか着ました。はい、行ってきます。お皿がないからこっちで。この子はこの器の中にもう一個植木鉢があるから。この子は一旦ここで水切りをします。ああこぼした。今日は突然なんですけどキッチンを少しだけ紹介したいと思います。なんかこの間質問ありますかっていう風にインスタで募集してみたら、こうキッチンに関するご質問が多かったので、一応私がこうなんだろう意識してるところとあと気に入ってるものとかを紹介していきたいと思います。私ですね、まず一つ一個一番重要ポイントがあるんですけど、キッチンに対して物を置かないこと。多分どんなに広い家だったとしても多分見せるものだけを厳選してキッチンに並べて、あとは絶対にしまうと思います。なので調味料とかも出してないですし、まあ、極力見栄えの方を重視してるので物を出さないようにしてます。ヘラとかなるべく木
木でできてるものにしてて、シリコンじゃないものを選ぶようにしてます。色とかも揃うように一応気にして買ってます。はい、なのでこのプリタも色を揃えて、これだったらまあ見えててもいいかなと思ったんでこのデザインにしました。あ、でこの子、まあ、この子は私キッチンにやっぱ時計が欲しいのでこの子置いてるんですけど、この子は別になんか合わせてるわけではなくて、ただ可愛いから。私スターウォーズが好きなんですけど、韓国旅行の帰りにロッテのデューティーフリーのネットで買って持って帰ってきました。友達とお揃いです。で間接照明をちょこちょことこういう風にこうやって散らすことでだいぶ雰囲気が、部屋の雰囲気がもうそれだけで変わるので、これが結構ポイントです。でこのオレンジってところもやっぱポイントですね。でポイント3つ目がやっぱ植物ですね。この子はいつもいないんですけど、ちょっと今日は撮影のためにここに置いてます。私ピンタレストで部屋の参考とか洋服の参考にしてるんですけど、これはですねそのピンタレストで海外のアパートメントに住んでるこの写真見た時に、冷蔵庫から植物が垂れてるのがめちゃくちゃ可愛くて、まあ、それを真似したっていう。本当にこんぐらいしか垂れてなかったんですけど、こんなに大きくなってくれました。これはかなりお気に入りポイントです。こっちにもモンステラを置いてますね。あとこちらキャンドル、今ですね、まあ、撮影のためにちょっと雰囲気をね、まあ、出すためにちょっとつけてるんですけど、まあ、夏はちょっと暑いんで置かないんですけど、冬はこういう風にキッチンでもキャンドル焚いたりしますね。こだわりとかはなくて、これはですね H&M ホームで買いました。まあ、あと紹介したいものとしては、私がこだわってるものとしてはやっぱお皿なんですけど、私前にリサイクルショップ購入品みたいのをあげてると思うんですけど、そこで紹介していないお皿とかをメインにちょっと紹介したいと思います。これもワイングラス、なんだシャンパングラスかな、わかんないんですけど、ここがね丸のピンクになってて、はい、可愛いですよね。はい、気に入ってます。これですね、この最近気に入っているこのお皿はですね、なんていうんだっけ、マイヤーだっけのお皿なんですよ。ここ2枚セットだったんですけど、色がめっちゃ可愛いと思って。で次これよく最近 Vlog 登場してると思うんですけど、これも一目惚れで買いました。これすごい使い勝手いいです。ちょっとしたアイスとかヨーグルトとかも食べれるんで、はい。とこれですね、これはね、ザラホームのやつなの、ね、ザラホームのやつなんだけど、もうすっごい珍しい可愛い形だったから、まあいいやと思って買っちゃいました。安かったし、はい、これもリサイクルショップで見つけました。でね、あとこちらなんですけど、こちらはリサイクルショップではなくて、これはどうしてこの子たちを厳選したかというと、これはなんと100円ショップですよっていうのをお伝えしたくて、こちら選びました。でこれはですね、前に Vlog も上げてるんですけど、友達と陶芸教室に行った時に作ったものです。これ操作カップセットみたいな感じで作りたかったので、はい、マグカップと余った土でお皿も作らさせてもらって、これ名前も入ってるんですよ一応、まあ、先生が彫ったんですけど名前は、はい、一応こうセットとして使えるように、こういうマグカップとお皿で作りました。だいぶ汚れちゃって汚いんですけど、このねキッチンクロスすごい気に入ってて、これはジャーナルスタンダードじゃないやなんだっけ、で布つながりでキッチンのタオルはこの無印のストライプのものにしてます。これもキッチンの見栄えを、はい、景観維持のためにこういう可愛いのにしました。これは、ね、何枚か所持してるので、それを交換で使ってます。
たまに一瞬映るこのねラグも、無印で買いました。次は調味料ですね。調味料も質問を受けたんですけど、調味料こだわってますかみたいな。こだわってないと言ったら嘘になるけど、こだわってると言っても嘘になります。私料理上手でも何でもないし、ただ一応ねいつも口にするものなので、添加物が入っている調味料は一応選ばないようにしてます。それが多分一番私がこだわってるところかなと思います。あとは他国のご飯はやっぱ他国の調味料を使いたいっていうのも一応私の中でありますね。まあ、代用できるものはもちろん代用してるんですけど、結構手に入りやすいような調味料はその国の調味料で作りたいなっていうのがあります。なのでちょっとだけ紹介したいと思います。油は米油にしてますね。コレステロール値は気にしてるんで、油は米油、塩は今2個持ってるんですけど、これはもうほんと普段使い。パスタの茹でる時とかもこれバーって入れちゃったりとかしてるんですけど、これはサラダとか飾りにも結構なるので、粒が大きいので、そういう時にこの子はパスタとかね使ってます。ハーブは生の方が風味もいいし美味しいんですけど、急遽なんかちょっとハーブ入れたいみたいな時に使えるんで持ってます。確か業スーかっぱ橋でねこれ買いました。はい、ちょっと細長くて容量が少ないんですけど、でも形が気に入って、はい、可愛いので気に入ってます、ね、お砂糖もこれなんだっけ、天才糖、確か天才糖だった気がします。中はお味噌も添加物が入ってないものを、使ってるんですけど、袋に入っているお味噌を買ってるので、ここにいつも詰め替えて使ってます。これね、浅草の七味屋さんの七味です。はい、ここも一応まあ紹介しておきますと、はい、この間、ね、違うブログでこのシェルフの中整理整頓したんですけど、まあ、ここは一応コーヒーバーカウンターみたいな感じにしたかったので、まあ、この子とかこの子とか、はい、コーヒーグッズが見えるように設置されてますと、一応バーカウンターということで、お水もこういう風に置いてますね。でこれはこの間ね友達に、カナダのお土産でもらったシリアルですね。でまあここにねこうやって間接照明をつけてます。でまあこの何モニターとこの受話器がずっと嫌だったんですよ、ここにあるのが。なのでなんとなくこのモンステラで目隠ししてる感じです。なんか布とかかけてみたんですけどなんか変だったんで、これが今一番しっくりきてます、このモンステラでなんとなく隠すっていう。でここに置いてあるのがゲルハルト・リヒター展美術館行った時に買ったポストカードを2枚入れてます。でこれはイサム先生の野口イサムの、これも美術館行った時に買いました。ここも簡単に説明しますと、こんな感じでミトンと、まあ、適当にステッカーがね置かれていて、で上がカゴの中にはバナナとかニンニクとかアボカドとか冷蔵庫に入れない野菜たちをあそこに入れてますね。であとティッシュがあります。でその裏にはプロテインもあるんですけど、まあ、そんな感じですね。ここははい、長くなりましたが以上です。楽しんでいただけたでしょうか。もうほぼレアじゃん、これ。いただきます。これちょうどいいよ、うまっ。うまそうすぎる。